次の曲はあなたの虜。1960年代にフランスを拠点に人気を博した女性歌手シルビー・バルタンが歌ったこの曲は、大ヒット曲アイドルを探せに次ぐヒット曲で、そのキュートな歌声はパリ独特の洗練された雰囲気と優雅な香りを漂わせて世界中のファンを虜にしました。その後も何度かリメイクされるなど、皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。ではリリー・エンゼルスの演技とともにあなたの虜、お楽しみください。次の曲は花は咲く。この花は咲くという曲は2011年3月11日に発生した東日本大震災の一日も早い復興を願って、岩手、宮城、福島の3県に関係のある多くの歌手やタレント、さらにスポーツ選手たちが歌って作った復興支援プロジェクトのテーマソングです。2013年の選抜高校野球の入場行進曲にも採用されました。ではお聴きください。
皆さんこんにちは、消防音楽隊、隊長の渡辺でございます。本日はこう暑い中ですね、たくさんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日はトロピカルフルーツフェアということで、なんか美味しいフルーツが、なんかフルーツバイキングとかなんか催されているようですけれども、私どもでですね、トロピカルフルーツに負けない若さとフレッシュあふれるリリーエンジェルスの演技は いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。次で最後の曲になるんですけど、もう一曲リリーエンジェルスの演技いたしますので、お楽しみいただけたらと思います。我々は、名古屋市の消防音楽隊なんですけれども、この演奏を通じてですね、皆さんに防火防災の普及啓発をするということで、少しだけ消防の話をさせていただこうと思います。なんか皆さんのご家庭でですね、タンスとか大きな家具があると思うんですけれども、地震が起きてそれが倒れて下敷きになってしまうということがですね、阪神大震災の時もありました。で、まだ名古屋市内のアンケートを取りましたところ、45% のご家庭しかまだやってない家具の固定ですね。で、これをもうここにいらっしゃる 2世帯のうちの1世帯の方はまだ、家具の固定がされてないということですので、どうか、今日お家に帰ったらですね、我が家の点検をしていただきたいなというふうに思います。私も年のせいか、それから今日暑いせいかですね、なんか物覚えが悪くなってきまして、今日は肝心な日焼けクリームを塗ってくるのを忘れてしまいましてちょっと色が白いもんですから、こう赤くなってこう皮がずるむけたりするんですね。イケメンが台無しになっちゃいますので、本当にこれもちょっと年のせいにしてとるんですけど、皆さんぜひ家具の固定は忘れないようにしていただきたいというふうに思います。それでは、続いてハローファイヤーマンの曲をお送りいたします。今日はね、トロピカルフルーツフェアということで、皆さんビタミンやミネラルをいっぱい取っていただいて、健康、体に栄養を与えていただければと思うんですけれども、我々の、演奏でですね、皆さんに心の栄養をお届けできたかと思います。で、さらに最後の曲でですね、皆さんに元気を与えたいと思います。このハローファイヤーマンという曲は、消防職員のために書かれた曲で、非常に、勇壮な行進曲となっています。きっと皆さんに元気を与えれると思いますので、リリーエンジェルスの演技とともに、お楽しみください。
名古屋市消防音楽隊の皆さん、ありがとうございました。